皆さん、こんにちは。中村雄二です。多古町立多古第一小学校の6年生の皆さん、卒業おめでとうございます。いよいよ中学生ですね。中学の新しい生活が待ってますよ。どうぞ張り切って、希望に燃えて中学生になってください。そして多古第一小学校の在校生のみんな、今コロナでね、いろんな制約があって大変でしょうけど、一人でもできること、何か見つけて、あなたのやりたいことね、してみたいこと。私はね、毎日体操してるんです。毎日体操して運動してね、中村ゆうさん、今本当は65歳なんですね。あなたたちにとって僕はもうおじいさんくらいの年なんですけど、一人でできること、毎日体操して運動して元気な年寄りになるために頑張ってます。みんなも何か見つけて、自分のやりたいことを見つけて、小学校の皆さん頑張っていこうね。コロナに負けないで、みんなで頑張るぞー。